君の望みは聞いたよ。どうやら下手な嘘でもないようだ。それが争いの終止符になるなら、この夏目が代わりに手を赤く染めよう。私にできるのは死にゆく人の背中をそっと押してやることだけだがな。眠っていた人々が活動を始め、命の気配を感じる時間だ。 人って一生懸命生きているんだなと思うんだ。それなのに、誰かの命を絶つことが、誰かの営みを守るというのは、皮肉なものだな。争いはいつ起きるかわからない。食事は取れる時に取っておけ。何かを後回しにして後悔したくなければな。 影で生きてきた私に陽光は眩しすぎるが、たまに見たくなるよ。こんな世界にもまだマシなところはあるのかもしれないと思えるから。弟はよくシャボン玉を吹いては飛んでゆくものを見つめていた。あの子も遠くへと自由に羽ばたかせてやれたらいいのにと。 そう思っていたよ。鬼を殺せば讃えられ、鬼が消えれば疎まれる。人にも鬼にも正義はない。見放された人間を救ってくれる神も仏もいやしない。この黒との血の背負いしごを、己の手で変えてゆくしかないね。 限られた時間しかないなら、私が全て背負う。そう決めて追い出したんだけどね。でも、どこかで分かっていたんだ。何を言っても、きっと、レン君は私の後を継ぐために戻ってくるって。思い出すな二人で歌たた寝していた頃を。何の用 ああ、鍛錬の誘いか。レン君には鬼のしごきとか言われているが、君は耐えられる争いの原因に目を向け、解決しようと試みる。そんな君の、導く先が見てみたい。今はそう思うよ。何でもいい。炉の道具も使い手次第だから。覗くとはいい度胸だ。 ふ <laughs> これはいい。悪意を断ち切る力、か。私にも、まだ伸びしろはあるか。ふっは消えろ切る土に帰れ赤く染まれ愚かだな。所詮はここでついえる命ということだ。合わせてやる。甘いね。あくびが出る。助かった。 <laughs> ここで終わりか。私に勝てる者などいないよ。三年間、生き延びたら見逃してやる。おい、どうした君、やったな。覚悟はできた断る。勝手にするといい。<laughs> 面白いな。よくやった。そんなことが ええー。ありがとう。すまない。おお、理解しがたい。そう思ってくれるのか